おはようございます。今朝は皆さんどんなご気分ですか？きっとね、昨日までっていうか寝る前、日本だけか今寝てんのグミグミ韓国は寝てへんねんて、これ眠られへんらしいわパクトラオくんっていうざっくりした言い方やけど、その韓国の上流階級パクどんだけ病んでるか、あの韓国人ってざっくり言ったらあかんで、ね、キムとかムンとかまともやから、実はまともに見えへんやろあれ演技。ほんまにやばいな、パクとリめっちゃやばいからあいつら。でうちの投稿にもパクトラオ、なんて、ローマ字っていうか英語表記やったな、まあまあ後でマジで横に書いておくからね。絡んできてるやろ、韓国人特有やろ、まあ日本人より外国での方が韓国人の振る舞い有名かな。なんでか言うと日本ではね、韓国人で言うと韓国の名字をね名乗ることが稀だから、パクだったら例えば、木下とか松下とか、橋本徹の橋下って書く橋本とかを名乗っている。竹下は違うよ、竹下は藤原家やから韓国人ちゃうの。なんで竹下みたいなパクと紛らわしい名字があるか言うたら、パクの勢力を減災するためやって。で、まあ、韓国人は竹の下なんて嫌がんない、まあ、竹っていうのは韓国の名字じゃないねんな本来。藤原家とか竹石内とか、まあ、熊曽家、中富家、加藤家、韓国人がすごくコンプレックス感じるタイプの類型が竹やから、竹嫌がんねん、竹の下なんか嫌がんねん。まして藤原家が竹下って名乗ってたら竹三日土って藤原の大先祖思い出すでしょ。その下ってことは明らかに藤原家やね、竹周知もの藤原家やね、竹内のことな。だからそれの下なんて絶対パクは、竹下だけは絶対名乗らへんねん。だからしてな、この説明で山陰に竹下がおる、だっこで朝鮮半島から日本列島を守ってた一族やね。で竹下昇首相、そして今竹下渡るさんっていうその自民党の重鎮がおるやろ、竹下派の、旧田中派の重要なブロックやね。で、まあ、日本のそのちゃんと独立、精神的な独立、そして領土もね経済もねしっかり自立させなあかんから、それは今に始まったんですよね。ずっと昔から大陸や半島の経済的な奴隷にされてた時期が多いし、身分もこっちから慰安婦1000年間送っとって向こうに。で何年戦後、戦後70年前の戦前の話、戦時中の話の従軍慰安婦っていうのもこっちから送った藤原の娘たちの家系が日本に戻れるっていう東条英機の空手型に乗って、当時もパクの一種やから、まあ、日本軍に帯同した。もともと先祖は日本人、従軍慰安婦ね。で、まあ、実際戦場でもね、戦場女神として機能したんです。性奴隷じゃなくてね、学級委員長として機能したん、実は従軍慰安婦の人って。知らんかったやろ韓国人な、兵隊たちのすっごい崇拝と尊敬集めてエッチもしたよ女神やから。でも学級委員長として盗作の世界、妄想じゃないけど盗作やから、妄想やったらエッチせえへんから、妄想エッチっちゅうのもな、実際の性行為ともなわんけど、盗作性行為っていうのを実際に性行為するからね、盗作やけどね。だけど戦場やから明日死ぬかもしれない、明日出撃いう時だけ慰安婦のとこ行って、だから明日出撃の日だけ忙しかってん、慰安婦は。出撃でも何でもない日なんか慰安婦のとこ行ってへんって、むしろ博打やってるってな。だってバカにされるもん、そんなん。日本人ってな、女買う戦場で毎日アホかって、博打や博打やって、酒や酒や、こっちの自然やね日本男児実は。でも出撃の晩は明日死ぬかもしれへん、
精子を残したいと本能で出撃の前の晩めっさ忙しかったんやふ。戦場女神ってそんなもの、それ以外は暇ほんまね。で、なんていうの、まあそういう職業したらやっぱり学級委員長として機能しちゃうん。それ昨今の日本の美少女コミック見ても分かるようにね、実際あんな学級委員長に対する非常にあの性欲まみれの崇拝が散見できるやろ。あんな感じやってん本当に、ね、あこんな話に妻かなってたな。でなんか従業員のどうぞあんなそのパクとかリーの系統の顔、あの顔パクの顔やけどね、有名なのイヤホン、あのおらんかって、ムンとかキムとかばっかりやってん実は。あとトウとかな、チーチーはどうやろな、意外やろパクもリーもな、出撃したか知らんけど、だけど誰も抱いてん、だってブサイクやもんな。そして向こうの上流階級やから女神として花から扱うな、機嫌悪かったんパクもリーも、そんなみんな煙たがるやん。でキムとかネムンとかもな、まあちゃんと戦場でうち先祖本当に日本人よって話でいいとか心許せる人に言ってて、まあなかなか言われんけど、実は小隊長以上は嫉妬ってそのこと、まあ、小隊長以上は自分役だけへんけどな、なんだか言ったら占領した土地の上流階級とエッチすることはあってもな、あったでしょ、中国でもな、あったでしょ、マニュアルでもあったでしょね、あるよ、それはどこの国もね、上流階級同士のねエッチは戦争を契機になされる、上流階級のことなんか関係あるかよ、ほっといたよ、そんなな、兵隊と従軍役の関係、その互いの崇拝心、従軍役は明日その死ぬ、絶対死ぬって分かってる 戦争やんか、日本人が出撃する男たちのために涙しながら抱いたんや、そのお互いの絆をパクとディーが嫉妬したわけ、これが真相やで、戦場の従軍役に関するな。